どうもこんにちは、こじらせ系 YouTuber のハラミンです。はい、今日なんですけども12時55分日曜日でして、完全に今日は休みなんですけども、まあ休みだから何しようかなって考えてたんですけど、まあせっかくの休みなので、ちょっとこれから私人生で初めてパンケーキを食べに行こうじゃないかなと思ってまして、まあ34年間一度もパンケーキなるものを食べたことがないんですけども、ちょっとどんな感じでどういうお店なのか全くわからないんですけど、行ってみたいなと。さらにわざわざ池袋にまで行って食べたいと思います。まあ私ね、こう埼玉県の大宮ってところに住んでるんですけども、そっから池袋にわざわざ出かけて行ってパンケーキを食べるというね、めちゃめちゃアクティブな人がするような休日を今から過ごしていきたいと思いますが、果たしてどうなるのか。はい、というわけで準備が完了しましたので、これから池袋に向かいたいと思います。はい、最寄り駅に着きました。これパンケーキを食べに行くだけで髪の毛セットしてるだけならまだしも、これ白シャツ着てますからね。女の子が多いであろうパンケーキ屋さんには白シャツを着ていけばいいという埼玉県人のこの浅はかな発想ね、なかなかこじらせてるところではないでしょうか。はい、池袋駅に着きました。私埼玉県人で、埼玉県人は池袋に退去して押し寄せるってなんか都市伝説みたいなのあると思うんですけども、そんなに池袋には行ったことなくてですね。はい、そしてこれが幸せのパンケーキですね。で、42組待ちという地獄のような待ち組で、もうこの5番手とかこのメールで呼び出してくれるシステムがあるので、はい、今幸せのパンケーキ池袋に来たんですけども、ただいまの待ち時間、待ち組なんとあと41組ということで、まあまだ呼び出し前ということで、でこれが、あと5組とか直前になったら、まあ向かえばいいということで、ちょっとこれからどうしようか、めちゃめちゃ時間が空いちゃったので、池袋とかはじゃあちょっとフラフラしたいと思います。今通りすがりに女の子に YouTuber って言われました。めっちゃ恥ずかしい。はい、池袋もですね、渋谷とか新宿に次ぐぐらいなんか人がめちゃめちゃ多くてですね、自撮りするの恥ずかしいんですよね。はい、そしてパンケーキを食べに来てるにもかかわらずラーメン屋に来てしまうという、こちら池袋の鳥の穴さんというラーメン屋さんなんですけども、以前私生放送か何かで来たことがありまして、めちゃめちゃ美味しかったんですよ。まあ花田さんとかね、いろんな有名なラーメン屋さんあるんですけども、そちらはもうパンケーキ屋さんと同じぐらい激並びしてましたので、こちら鳥の穴さんに来ました。でここもめちゃめちゃ美味しかった。ここも並んだんですけどね、やっぱ鳥白湯のこの白いスープで、まあパンケーキを食べる前に完食してしまいました。そしてスープも完飲して後悔しないのかという。はい、ラーメンを食べ終わりました。まさか池袋に来て一番最初に腹に入れるものがラーメンだとは思いませんでしたけども、でラーメン食べてたらいい感じで、まあ待ち時間減るかなと思ったんですけども、あと31組もいるということで、なかなかですね、さらにここからプラプラしなければいけないということですけども、池袋そんなプラプラするところあるかな。あと13組になったので急いで今向かっています。はい、入店いたしました。そして焼き上がりに20分ほどかかるということで、どんなものが出てくるのか非常に楽しみなんですけれども、はい、出てきました。なんと分厚いパンケーキが3枚、そして上に乗っかっているのがアイスクリームではなくて、こちらはバターだそうで、早速私先ほど食べたラーメンを大公開しているところでございます。そしてですね、店内見回してみると店員さんが女性しかいなくてですね、お客さんもカップルだらけということで、私髪の毛をセットしてきて白シャツを着てきて大正解だったと思います。そしてこのメープルシロップだか蜂蜜だかわからないようなものをかけていただきたいと思います。はい、ここでですねこじらせが出ちゃいましたね。私初めてすぎてですね、スプーンとフォークの方を持ち間違えるということで、でこれふわふわなんですよ。非常に動画で伝わるかどうか分かりませんけれども、で卵の香りがすごい。今までこじらせていてなぜ食べなかったのかということを、こちらもまた後悔しているところでございます。はい、これがパンケーキかということで、ほうと一言だけね、声にならないつぶやきが出ましたけれども、でまあ最初ボリューミーだなと思ったんですけど、思いのほかすっきりしているというか、甘すぎずペロリといけちゃうボリュームででしてね、この上に乗っていたバターもやばいんじゃないかなと思ったんですけど、程よいアクセントになっていまして、で何よりふわふわで、見た目以上にそこまで中身が詰まってるわけではないので、34歳ラーメンを食べきったばかりの私でもペロリといけてしまいましたね。はい、でこれで完食したのかな。
はい、というわけで次回もまたラーメンを食べた後に幸せのパンケーキを食べたいと思います。ごちそうさまでした。ふう、天職のコーヒーが美味しいというわけでご視聴いただきありがとうございました。さようなら。